祝。金メダル、羽生結弦から氷上のプリンスの素顔とは？ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。平昌オリンピック、見ましたか？生中継では見ていなかったとしても、VTR でほとんどの日本国民が羽生結弦選手の金メダルを取った演技を見たはずです。美しく強い、氷上のプリンスは、ソチオリンピックに続く金メダルを獲得して、ますます輝きを増したのではないでしょうか。今回は羽生選手について、占いという視点から独自に分析してみたいと思います。朗らかで情熱的、羽生結弦選手は、1994年12月7日、宮城県生まれの23歳。射手座です。端正な顔立ちや試合の様子しか知らない人は、羽生選手のことを、真面目でおとなしそうなタイプと捉えているかもしれません。今でこそ20歳を超えていますが、有名になりだした頃は本当に若く、子供なのに落ち着いているなんて見ていた人もいるのでは？でも、羽生選手の生誕時のホロスコープを作ると、そんなイメージとは真逆な人物像が浮かび上がるんです。サバサバしてお茶目で明るく、情熱的。というか、時に自分を抑えられなくなるほど激情することもあるタイプ。しかも、結構不器用、それが本当の羽生選手だろうと思いますよ。もちろん、オリンピックという大舞台で2度も金メダルを獲得するほどの方ですから、情熱はあって当然。激しく燃える心がなければ、世界の頂点には立てないのでしょう。射手座の羽生選手は、さっぱりした朗らかさと哲学的な思考を生む緻密さを持ちます。そして月は、個性的でエキセントリックな水瓶座にあり、太陽と良い角度を作ってもいるので、羽生選手は優れたアスリートであると同時に、ロマンを追い求めるクリエイターでもあると言えます。典型的な体育会系タイプとは違い、独創的かつ芸術的な演技を生み出せる想像力も兼ね備えているんです。強運を強運に変えられる男。アスリートにとっては、力強さや闘争心を表す火星が重要ですが、羽生選手の火星は獅子座に位置して、サソリ座の木星&冥王星と90度の角度をとっています。木星にせよ、冥王星にせよ強い星ですし、90度は葛藤を生む角度で強化度とされるため、羽生選手の中には、容赦ない巨大なエネルギー情熱が常に湧き上がっているのかもしれません。羽生選手は、生まれながらに世界の頂点に立つだけの力と情熱を持つ人。ではあるものの、そのエネルギーは激しく表現されることが少なくなく、本人もコントロールがなかなか難しいものだと言えるんです。また、火星の真正面には土星が睨みを利かせていて、ガーッと熱いものが湧き上がっては来るけれど、一方でそれを無理やり抑え込もうとする意識も働くという、非常に強いストレスを抱えやすい面を表しています。しかも、火星、木星&冥王星、土星は、二つの90度からなる三角形を作り出していて、これは T スクエアという大強運を生むアスペクト。角度とされています。つまり、羽生選手は、困難や挫折が多く、すんなり幸せをつかめる人ではないということ。普通の人生を送る人には想像できないような苦労、苦悩、自分との戦いが、羽生選手にはいくつもあったでしょう。それらを乗り越え、努力と挑戦を続けていくことで、二度も金メダルが得れたのです。実際に、T スクエアを持つ人は、強運を持つからこそ、心身が鍛えられて大成功を収めるというケースが少なくありません。羽生選手は強運を強運に変えられる人なのです。結構口下手？羽生選手のホロスコープでは、コミュニケーションや会話を司る水星が射手座に入っています。水星にとって射手座は居心地の悪い星座で、喋りすぎたり、知性に欠けたり、話の論点があっちこっちへ行ったり、という傾向が現れやすいんですが、羽生選手にもそうした不器用さがあるようです。本人は意識していなくても、聞く人によっては、デリカシーがないと感じたり、何を言いたいのか、よくわからないと思ったりするかもしれません。平昌オリンピックのショートプログラム終了後のインタビューに対して、生中継を行っていた TBS でメイン MC を務める中居正広さんが、ちょっと突っ込みを入れるようなコメントをしていましたね。そういえば、あと、憧れの人物である野村よろずひとしさんと対談をした際も、あまりに興奮しすぎて、野村さんがちょっと置いてけぼりになった場面がありましたよね。とはいえ、ポンポン出現をするような軽率さはないので、羽生選手は興奮するとおしゃべりが下手になる、という感じでしょうか。火星が強いですから、ファンにとっては、それも可愛い魅力の一つかもしれませんね。今後の活躍を期待。羽生選手が射手座というのは、すでにご説明した通りですが、
2018年11月8日にラッキースターである木星が射手座に入ります。これは2006年以来の大きな幸運期の到来で、1年間続くんです。その恩恵が羽生選手に降り注いだ時、今度はどんな活躍を見せてくれるのでしょうか。世界が注目する氷上のプリンスは、まだまだ飛躍を続けるはず。私たちの目をずっと引きつけるに違いありません。伊佐木隆司咲、占い師羽生結弦と宇野昌磨のメダリスト公式フレーム切手。メルカリで高額転売相次ぐ羽生結弦選手と宇野昌磨選手の平正。2018冬季大会日本代表選手メダリスト公式フレーム切手が19日に発売され、フリマアプリメルカリやオークションサイトヤフオクでは早くも高額出品が相次いでいる。日本郵便では、ピョンチャン五輪でメダルを獲得した日本代表選手の公式フレーム切手を表彰式の翌々日から販売している。19日にはフィギュアスケートで五輪2連覇を果たした羽生結弦選手と銀メダルの宇野昌磨選手のフレーム切手を発売。日本郵便の通販サイト、郵便局のネットショップがダウンするほどの人気となっている。これを受けてメルカリやヤフオク、では、希少性が高まることを見込んだ高額出品が相次いでいる。メダリスト公式フレーム切手は、メダリストの写真をあしらった82円切手5枚を1シートにしたもので、価格は税込み1400円。しかし、メルカリには2000円から3000円台の価格帯で多数出品され、次々と取引が成立している。中には3.5倍強の価格にあたる5000円での出品や、転売目的とみられる同一人物による複数出品もあり、希少品、東京中央郵便局で1シート購入に最大2時間の列ができた、大人気の切手といった売り文句が添えられている。日本郵便は、オリンピック・パラリンピックフレーム切手は十分な用意があるとして、ネットショップには時間を空けてアクセスするよう呼びかけている。羽生結弦選手と藤井六段の活躍で築いた、高齢者より若者に投資すべき理由。先週の土曜日、2月17日は、日本の若者にとって素晴らしい日だった。最も大きな関心を集めたのは、ピョンチャンオリンピックの男子フィギュアスケートで金メダルに輝いた羽生結弦選手、23歳と、銀メダルを獲得した宇野昌磨選手、20歳の2人だった。羽生選手は、男子フィギュアスケートでは60年以上なかったオリンピック連覇であり、前回の金メダルは19歳の時だった。同じ頃、日本国内では、将棋の藤井聡太五段、15歳が、全棋士が参加する朝日杯オープン戦で優勝を果たした。準決勝で羽生善治竜王を破り、決勝では順位戦 A 級に在籍する広瀬章人八段を破っての優勝だった。藤井五段の15歳6ヶ月での棋戦優勝は最年少記録であり、棋戦優勝の実績によって六段への昇段が決まった。羽生結弦仕様の高性能マスクが爆売れ。現在千人待ち。1枚 17,980円。ピョンチャンオリンピックの男子フィギュアスケートで金メダルを取り、さらなる注目を浴びている羽生結弦選手、23。そんな中、羽生選手が使用しているマスクが爆売れだというのだ。羽生選手が使用しているのは愛知県豊橋市のクレバーが開発した高性能マスクで、スケート連盟導入の防売カロリー。平正2018年モデル。値段は1枚 17,980 円から。10層のフィルターで成り立ち、PM2.5、花粉、菌、ウイルスしぶきを 99% カットする超高性能マスクだ。手洗いなら約100回使用可能だという。2015年の世界選手権で着用姿を報じられてから人気。現在、社員総出で対応中、羽生結弦の銀幕デビュー作、との、利息でござる。CS 映画チャンネルで放送決定。 CS 映画チャンネル、映画チャンネル猫にて、羽生結弦が出演する映画、との、利息でござる。が3月4日、日曜日19時50分より放送される、磯田道氏の著作、無視の日本人の一編、国田屋十三郎を中村義弘監督が映画化した本作。今から250年前の江戸中期、仙台藩吉岡宿を舞台に、年貢の取り立てや労役で困窮する宿場町を守るために立ち上がった庶民たちの奮闘を描く、ピョンチャン冬季五輪フィギュアスケート男子で、66年ぶりに五輪2連覇を達成した羽生結弦。本作は羽生にとって映画デビュー作品であり、唯一となる映画出演作品。
故郷仙台に実在した人物たちの物語ということで出演を快諾。仙台藩藩主伊達重村で殿役を演じている C2016 との利息でござる。制作委員会映画ランドニュース。映画を見に行くなら映画ランド。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。